はよろしいでしょうか。はい、お待たせいたしました。それでは代表会見を行いたいと思いますので、挙手の上、お名前と質問を、お願いいたします。少しだけご協力をお願いしたいと思います。若干の時間 の短縮のためにですね、質問を、あらかじめまとめていただけると大変助かるかなと思いますので、ご協力方よろしくお願いいたします。ではじゃあ、はい、参りましょう。どうぞ。公文社フラッシュの方田と申します。両代表にお尋ねします。4月に行われる衆議院の、北海道の補選のことなんですけども、新党大臣の鈴木宗男代表が自民党候補の支持ということを表明されました。で、まあ、背景には、まあ、いろんな問題があると思うんですけども、野党の共闘を、まあ、占っていく上でもすごく重要な局面だと思うんですが、まあ、第一が今後、まあ、野党共闘にさらに協力していくように、まあ、方向転換というのは現時点でやっぱかなり難しいというふうにご覧になっているでしょうか。そこのお考えを伺えればと思います。では、うん、新党第一鈴木宗男さんはね、まあ、彼なりのあれで動く人だから、これは自民党を応援すると言ったからって不思議じゃないんだけれども、それ以外のね、野党が全部力を合わせるっていう形にならないと、まあ一般的には勝てないわね。ただそのなんちかな、いつも言ってるんだけど、個別の選挙区一つ一つでもって、俺の候補を応援しろと、お前の候補は降りろとか、お前たちは黙って応援しろとか、そういうやり方では絶対野党共闘はできないよね。だから大きくっていうか、全体的に言えば全選挙区で衆参もちろん埋めていいんだけど、全選挙区について全野党で、話し合いをして、ここは民主党でいくとか、ここは維新でいくとか、ここは共産党でいくとか、ここは社民でいくとか、ここは生活でいくとかっていうことが全国レベルの範囲で決まればね、そうすれば共産党もまた我々も若干予定しているところもあるけれども、そこも調整に従うと。で、みんなでやるということになると思うけども、先にこっちの候補者決めて、お前ら全部従えっていうのはちょっと乱暴で、その民主的ではないわね。そうすると、なかなかまとまらないということになるのは当たり前のことで、そこはちょっと、今後の野党共闘を考える上でも、まず、相対的な、全国レベル、党本部レベルでの各党の話し合い、調整ということがあって、個別の選挙区ということにならないといけないと、そう思いますね。ですから僕の場合は鈴木宗男さんの影響は北海道だから強いけども、本来あそこは新住民の多いところですから、野党に対する票も多いところなんですよ。だからみんなでまとまりゃ、勝てないことないと思うんですけれども、今の現状では非常に厳しいように思いますね。山本代表からも、はい、ありがとうございます。先日4日間ほど北海道に入ってまして、でいろんなところでお話をしてきたんですけれども、でその中でこの、鈴木宗男さん、新党第一が応援をするというニュースを聞いて、市民の皆さんどう思われるのかなと思ったら、これですっきりしたという意見が結構ありましたね。これで野党がまとまりやすくなったという意見も多かったです。その知事選という部分においても結構混乱が生まれたという話もありましたし、だからそういう意味ですごくポジティブに受け取っているような北海道の方々との出会いが多かったような気がしますね。はい、はい、ありがとうございます。
では他に はい、カメラすいません、IWGA の奇跡です。今の、質問と関連してるんですけれども、京都で、ミュージシャンの福山さんがあれだけシリーズで、夏に、信頼というか人気のあった福山さんなんですが、共産党と断固戦うっていうふうに市長選でおっしゃったんですが、そうするとますますその、共闘っていうのが難しくなってくると思うんですけれども、その辺をこ うまくまとめていかれる、計算というか考えて終わりですか。一般論として特別なケースは別として、複数区はそれぞれで戦う以外ないですよね。共産、私のあれがうまくいけば、自公と共産党と我その他の野党の集団の候補者というふうに複数区ではなりますから、これはしょうがないですよね。ただ、まあ、感情的な対立に、なったんではこれダメですから、ですから全国レベルでの話し合い調整というのがまずないとダメだということを僕は言ってるわけなんです。一つずつだと、いやあいつやるんなら俺もだと思って、まあ、もうあいつだけが先に勝手に決めて、こっちはやめろって言うんじゃという類の話になっちゃうから、だから福山君が断固戦うのはそれは複数区だから、共産党と戦うんじゃなくて自民党と戦わなきゃね。だからそういうところは勘違いしないようにね、自民党に勝ちさえすれば当選するんだから、だからそこはそれぞれね、現職の人も、誰があれや何のどっちの党が目標なのかをちゃんと冷静に判断した方がいいと思います。山本代表からも、ありがとうございます。その福山さんがおっしゃった発言というのは、京都の市長選においての話だったということだと思うんですけれども、まあ、市長選に関してはそういう、市長選そうなんです。で、まあ、与党側というかに乗ったような戦い方になるからって話ですね。その前市長選挙だったの。だけど、まあ、おそらく福山さん的、まあ、僕は福山さんじゃないんで聞いたわけじゃないんですけれども、まあ、おそらくその選挙においてはそういう戦い方だけれども、まあ、国政においては力を合わせていくというおつもりなのではないでしょうかってことだと思うんですけども、そこら辺も本当はね一緒に戦っていけたら一番の理想ですけど、そこはもう市民の皆さんにプレッシャーかけていただくしかないですもんね。でもまあいろんな考えがあるでしょうからっていう、ね、首長だったらね、これはピシッとみんなでやらないとダメですよと。それはね、ちゃんと話し合いをきちんとすればですよ、共産党だって応ずるかもしれないけど、僕は民主党の代表の時には絶対相乗りはダメだということを全部に号令して、叶わなくても野党の候補者を立てていくと、本当のわずかな例外しか相乗りは認めなかったはずです。だからそういう意味でできるだけ野党と話し合いをしながら自民党の候補者を倒すことが我々の目標ですから、そういう感覚に立ってやらないと、首長選挙と国政選挙は別ですけれども、そこはちょっと認識をしっかり持っていかないといけないと思います。はい、ありがとうございます。他に西山さん、フリーの田中と申します。また選挙なんですが、原発事故の後の2012年の衆議院選挙、13年の参議院選挙で、その時もですね、脱原発候補を立てようとこうみんなでこう市民だとかが政界の人も集まってこうやってたんですが、結局かなわずに、もう両方とも見るも無残な負け方をしてます。でおそらく今度もなんかそうなるんじゃないかと思うんですが、小沢代表おっしゃるように、とにかく全国的な調整をやる人が今いないっていうか、それは小沢代表
作詞のごとく裏で動いてくれないですよそういうこうなんていうか調整っていうのはこうできるでしょうか。あのできなきゃ全滅だわね。そう、いやそうなりそうなんです。ただ、今のままだとそうなる可能性が非常に強い。だから事故大阪で3分の2中のは現実味を帯びてくる。ただ、そうさせてはいけないという国民の意識もかなり高い。ですから私は最後まで望みを失っていないし、その全国的な格闘レベルの調整コンセンサスというのは別にリーダーがどの頃じゃなくて、それぞれがね自分のねあの勝手な利害を捨てれないんですよ。それ捨てきれないんですよ。だから捨てきれない、いつまでも捨てきれないともう全滅だわね。だけどまあだんだんね、俺まだ半年しかないけど半年あるから、やっぱいつも言うけど日本人っていうのは一夜漬けが得意だからね、その場にならないとね、切羽詰まんないとなかなかね本気にならないっていう面がありますんでね、まあそういうところに私は希望を捨てずにおります。本当今小沢代表がおっしゃった通りというかそのまんまだと思うんですけれども、まあ、もう、まあ、政治が起こすアクションを、待ち続けた時には手遅れになる可能性が高いと思います。だから、有権者の皆さんが市民の皆さんが横に広がってプレッシャーかける以外ないですよね。本当にね、政治に対して政党本部っていう連絡先もそれぞれあるわけですから、皆さんね支援者の方だったりこれから支援者になろうと思っている方々が連絡することってすごく大きな力になると思うんですけどね。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。候補者の方です。たびたび寄せています。小沢代表にお尋ねします。昨年9月の、まあ、TPP 交渉の、まあ、一応合意と言われてますが、まあ、ちょっとそこ評価を置かれると思うんですが、一つの節目とあと10月の安保法制の通過を経てアメリカ政府の、現安倍政権に対する評価見方というのは何か変化はあったとご覧になってますか。今どういう状況なんでしょうか。TPP についてはね、やっぱオバマ氏がねかなり推進のあれをやってきたから、それがまとまったということについては評価してるかどうか別にして安堵してるっていう面はあるんだろうと思いますね。安保法制についてオバマさんがそれほど強いあれを持っているとはなんか報道を見る限りは感じられないんだけどね。だからそういう理念的なことは現オバマ政権にはあまりないと思うけれども、いずれにしてもアメリカの中においてもこの沖縄の問題が非常にシンボリックなあれになりつつありますけれども、日本の安保法制と安倍政権ということに積極的評価をする人ももちろん、日本の知事派のいわゆる日本マフィアの人たちの中には多いけれども、そうでない日本のメディアが報道しないいろんな形でアメリカ国内で、安倍政権に対する懐疑的な見方が出ておりますので、アメリカの世論がそういう形で、安倍政権を積極的に評価するという状況では私はないと思います。はい、他にいらっしゃいますか。報知新聞の高柳と申します。山本代表にお伺いしたいんですが、先日 の北朝鮮の抗議決議に関しまして、まあ、危険という立場を取られたということで、まあ、ブログは拝見してるんですが、の中でご説明とかあったと思うんですが、まあ、その党としてはまあ賛成の方に投票されている方もいまして、まあ、ご自身の意思ということなんでしょうが、ちょっと改めてそこら辺のことをお伺いできればと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、党議拘束というものがない我が党では、その意思表示というものは自由に許されておりますので、危険という立場を選ばさせていただきました。その理由は何かというと、問題提起という部分が多いです。で、決議を出すべきではないということならば反対を、したかったところですけれども、その決議を出すということには、もちろん賛成です。この核実験を行うということに関して今の世界の流れからちょっと逆を言ってしまっている部分で、緊張を高めるということはちょっとそこに関してはやっぱり断固抗議をするべきだという点は、賛成です。で、衆議院の決議内容であれば乗れました。だけど参議院の内容は、それに輪をかけて少し、プレッシャーが強い内容になっているということなんですね。で、どういうことかというと、国連安保理の、国連安保理でこの制裁を加えていく、検討するということにとどまっているのが衆議院なんですけれども、参議院はそれに加えて我が国独自で追加の、制裁を行うということになると、我が国が世界的な包囲網といいますか、世界的にプレッシャーをかけるというところで我が国が、前面に押し出されてしまう可能性があると。それによってこの国に与えるリスクというものを考えると、そのリスクに対する、何て言いますか、どのようなフォローをするかということを現政権では行われていない。例えば日本側に、日本海側にある原子力発電所であるとか、このようなものは、即時撤退しなきゃいけないぐらいの話ですよね。おそらく緊張感が高まっていけば、少なくとも再稼働なんて許されるはずはないということなんですけれども、まあ、実際勇ましい声は上げるんだけれども、それに対してのリスク、そのリスクに対しての、なんていうんですかね、準備といいますか、国として人々を守るための、そのような施策といいますか、ことは、行われていないという話なんですよね。まあ、この緊張が高まって喜ぶのは誰だっていう話だと思うんですけれども、緊張、向こう側の挑発にまたこちら側も挑発で乗るような形になってしまえば緊張が高まるのは当然で、その緊張によって喜ぶのは経団連の生産防衛委員会とか、防衛生産委員会とか、軍事産業とかいうところは喜ぶ話かもしれないですけれども、この国に生きる人々にとってはリスクを上げることにしかならないってことだと思うんですね。で、拉致という問題もその中に含まれていたんですよね、決議の話の中に。で、まあ、今まで散々その経済制裁をしたりとか していく中で、この拉致問題が、解決をしてきたかというとやっぱり難しかった。だからこそ安倍政権でこの経済制裁を一度緩めたわけですよね。なのにここでまたこの核実験というところと一緒にセットにして、拉致問題というものを前に押し出すことによっての危険性というものか、拉致家族を奪還するということへのハードルを上げてしまうということはいかがなものかと。衆議院案には賛成できますが、参議院のものにはやはりちょっと挑発に挑発で応えるような、部分があったので、危険という問題定義をさせていただいたという部分です。はい、ありがとうございます。日刊スポーツの中山と申します。両代表に伺いたいんですが、自民党の若手の国会議員が今度育児休業を初めて取るということで、今賛否両論いろいろ起きていますけれども、両代表はその国会議員がの男性議員が、育児休業を取る運動に関しての、ご見解を両代表お聞かせ願います。育児休暇自体は私は反対じゃありませんけれども、まだその一般的に日本社会でそこまで徹底されていないうちに国会議員だけ先に取るっていうのはどうかな、地域もいたしておりまして、やはりそういう行動をするならば、やっぱり全般的な日本社会、他のみんなのがそういう制度で利便を受けることができるように、まずは最初に努力すべきじゃないかと、そう思います。ありがとうございます。小沢代表おっしゃる通り、その国会議員だけ、国会議員のような、いろんな高待遇を受けているものが、よりそのような、育児休暇、だったりとかっていうものを受けるよりも先に皆さんにそのようなことを示すべきだというお考え、非常に理解できるんですけれども、まず国会議員がまず国会議員に対してそれを認めたとしたら、他の人たちも認めざるを得ないというか、それが進んでいくという部分も、否めないなと。でもあまりにも普通と比べますとたくさんの給与をもらってますので、
そういう意味で長期休暇に、高い給料までついてくるというのには批判が生まれるだろうなという部分もあります。でも、今自民党から上がっているこの問題といいますか、この問題提起という部分に関しましては、意外とこの自民党に対するなんていうかイメージアップキャンペーンの一環なのかなという印象を受けています。だから国会議員であろうと誰であろうと、その子どもを育てるということに関して休暇が取れるということにはどんどん進めていくべきだと思いますけれども、この先日これを発言をされた宮崎さんという方が総理にこのことをお話したら、それこそ政治家の仕事だというようなその言葉のやり取り自体がもうすごく自民党のイメージアップキャンペーン選挙までのというところの印象は受けているなという、もちろんそうなった方がいいんですけれども、そこの一環でもあるのかなという印象は受けます。他にいらっしゃいますか。はい、河北新報の小沢と申します。小沢代表に衆院の選挙制度改革についてお尋ねします。衆議院の、はい、選挙制度改革についてお尋ねします。あさって14日にですね、有識者による調査会が、衆院議長に改革案の答申を行う予定でして、12月中旬の前回の会合で示された方向性によりますと、全体の点数を10減らしてですね、さらに一票の格差の縮小のために、アダムス方式によって、13の選挙区、岩手も含めて13の選挙区で、小選挙区の議席を減らしまして、大都市中心に 7選挙区で増員するという方向性が示されておりますけれども、この答申の方向性についてですね、代表はどのようなお考えをお持ちでしょうか。この選挙区割りにつきましては、国会議員の独自の作業に任せていると現実問題として、なかなか進まない。そういう意味でその第三者的な審議会でやってもらうということになるわけです。まあ、私はアメリカの下院のように、国勢調査の度ごとにもう自動的に裁判所なら裁判所、あるいは審議会なら審議会、特別の権限を持った委員会が2倍なら2倍に全部やっちゃうというシステムにすればですね、問題ないんだろうと思っております。ただそこまでいくのもこれまたなかなか大変ですから、現段階では第三者的なところで、出たことを、中身のなんやかんやはありますけれども、それを各党ともいわゆる一票の格差の是正、提出の削減という大義の中では認めて、いかざるを結局得ないんじゃないかなと思います。はい、大丈夫です。では今日はよろしいでしょうか。はい、では、これでよろしいですか。はい、すいません、ありがとうございます。読売新聞の平田と申します。よろしくお願いします。週末、先ほど話題に上がりましたが、先ほど少し話題にも上がりましたが、週末に安倍首相が参院選で、自公と大阪合わせて3分の2を目指すという発言がありました。これに対する両代表のお受け止めと、あと参院選に向けてのお考えをお聞かせいただけたらと思います。向けての考え方、参院選に向けて受けての考え方、それはもうしょっちゅう言ってる通りなんだけども、安倍さんは結局今のその衆議院の定数是正とも絡むけれども、多分できれば衆議院も含めてダブル選挙もやりたいような気分の中で発言していることだと思います。いずれにしても野党がこのまんまの状況だと自公大阪合わせて3分の2というのが非常に現実味を帯びてくることになりかねません。ですから対策としてはずっと申し上げている通り、野党が大同団結して、
自公と選挙戦を戦うと、そういう仕組みが出来上がれば、逆に私は自公の過半数割れを実現できる、そう思っております。ありがとうございます。まあ、憲法改正という部分に憲法改正ということをやっていくということで3分の2、大阪維新ともという話だと思うんですけれども、まあ、でも、ね、本音を隠してやっていきたいと思うということを、古谷さんでしたっけ、憲法改正の本部長が代理でしたか、が言われてるんですよね。本音を隠してっていうことは、本当は9条を変えたいんだけれども、それ以外に、9条だったらアレルギーが強いだろうから違うことからやっていくと、ハードル下げてやっていくって言ってますけれども、でも結局一番欲しいのはその本音を隠してと言ってますけど、9条は事実上超破壊され、事実上破壊されたような状況にありますから、だから本音は、その緊急事態条項であると、新設される98条99条これも自民党改憲草案を見ていただければどういう状況になるかは一目瞭然ですけれども、世界中の独裁者が欲しいカードを与えることになってしまうという懸念があります。逆に、憲法改正ということで真正面から来るんだったら、こちらにも有利な戦いができるんではないかと思ってます。では最後に度々恐れますラッシュの方です。安倍総理のその3分の2という発言を受けて、お伺い、両代表にお伺いしたいんですけども、その政治家安倍晋三が改憲を目指しているということは、まあ常日頃口にされていることだと思うんですが、総理大臣としてその憲法をないがしろにしていいということでは必ずしもないとは思うんですけども、ただ現実に権力の乱用、暴走みたいなことっていうのは日常的に行われていて、あまりこれに慣れるということはいいことではないと思うんですけども、政治の、これあんまり他の国でもこれまでの日本の政治の歴史でもなかった状況が続いていると思うんですが、その現状について、お二人政治家としてどういうふうにお考えでしょうか。安倍さんはあの最初憲法改正中のかなり声高に話してましたけど、あんまり風向き良くないというので言わなくなっちゃいましたが、またここでこの状況ならいけるぞという思いになったんじゃないでしょうかね。それで、3分の2と取れば、そのいろいろカムフラージュしなくても、言い訳しなくても堂々とやれるということだと思いますが、事実を積み重ねていって、仕方ない仕方ないのやり方は日本人の戦前のやり方も同じでね、これはもう本当に行政政治のやり方としてよろしくないと、なし崩しにこう事実を積み重ねてしょうがないという結論を導くと、日本人の得意なやつですけれども、これはこんなやり方は為政者の取るべきものではないと。その失敗例はこの間の戦争で、分かりきっている話ですね。ですけれども、今言ったように何が何でもやりたいという気持ちで、安保法も閣議決定し安保法も通したと。しかし今最初に言ったように、この状況なら正面からできるというふうに思っているんじゃないですかね。そんな気がします。ありがとうございます。なんていうんですかね、まっすぐ景気回復みたいなこと言ってますけど、政府側は、それをスローガンに上げようとしたかもしれないですけれども、でも実際数字を見ていけばその嘘がバレていく。でそれだけじゃなく、肌感覚として皆さん本当にもう景気が良くなってないっていうのはよく分かってて、世界中から見ればリセッションですか、景気後退に入っているにもかかわらず、政府答弁では緩やかな回復みたいな話をしているっていう、もうこれそこではちょっと引っ張れない、だったらもっとちょっとぼんやりしたところに連れて行ってっていうような気持ちになったのかどうか分かんないですけど、もしくは観測気球を打ち上げようと気になったのかもしれないですけども、だから本当に何で参議院選を戦ってくるのかっていうのはもうちょっと立たないと分からないかもしれませんが、でもでも話をする上で、今の政治がどれぐらいまずいかということを話す上で、この安倍政権がやってきたことっていうのは本当にもう
なんていうんですかね、あまりにも数が多すぎて、ほとんどの人が、ほとんどの人たちが該当者に当たるといいますか、生活社会をだって生活社会であったりとか、安保の問題だったり TPP だったり特定秘密保護法だったり、もう上げ出したらキリがないっていうぐらい説得材料たくさんあるわけですから、もうこちらはもうしっかりと向こう側がどう出ようと、地道に今の活動を続けていくしかないと思ってます。はい、では最後に、はい、すみません、たびたび IWJ 奇跡です。山本先生にお伺いしたいんですけれども、貧困問題に熱心に取り組んでいらっしゃる山本先生ですが、年末渋谷で、炊き出しの時にお会いした時にですね、先生お帰りになった後で、ホームレスの、千駄ヶ谷の明治公園で寝泊まりしていらっしゃるっていう女性の方が、山本太郎さんが来て、参議院の討論で質問で、そのいわゆるオリンピック追い出しって言われているそのオリンピックに関して公園をから排除されるという問題に関して、取り上げてくださるっていうふうにおっしゃってたっていうふうに、その女性が言ってたんですけれども、それが、本当なのか、あとどうそのあたりどういうふうに戦っていかれるのかっていうのをお伺いしたいんですが。ありがとうございます。そうなんですよね。年末に何か所か、訪れさせていただいて、いろんな、もう選挙権を、選挙権というものさえ もう剥奪されている状況の方々のお話も伺ったんですが、オリンピックを呼ぶということで、それで排除される方々っていうのがいらっしゃるんですよね。で、考えてみたら、この国に住宅政策っていうもの自体がもう世界と比べても本当にないような状況で、それによってこぼれた人たちっていうのもその中にも含まれているわけですよね。なのに、その方々を排除して、とにかく見た目にはそういう状況にないっていうのは、まるでピョンヤンみたいな街を作ろうとしてるのかなっていう状況だと思うんですよね。そうで、この IOC の規約の中にもこのオリンピックっていう部分に関して、そういう方々を追い出すような、排除するようなことは、いけないというような趣旨のことが書かれていると。にもかかわらずオリンピックとは言わないけれども緑化計画だったりとかっていうようなことで、話を進めていると。どの委員会でどういうふうに質問できるかは分かりませんけれども、本当に、一番弱い立場に置かれた方々に光を当てるというのも、政治家の仕事であり、我々の党としても、そういう気持ちを持っておりますので、そこに関しまして一度その当事者の方々にも来ていただいて、でお話を伺ってタイミングが合う時に質問しようという考えです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございます。